昨日面白いことがあって、草刈りずっとやってて、で、草刈りを進むにつれてどんどん軽トラが進んでって、作業員さんもそれに習ってついてってみたいなやってて、で肩こうやってて、で俺はその軽トラの斜め向かいで歩いてっていうか肩こうしながら進んでいくんですけど、やっててパッと振り向いたらなんか細い道があって、でおばあさんがこっち向かってくるんですよ。でうわって思って、怒られんのかなと思って、もうなんか人ん家の前で何やってんだみたいなこと言われんのかなと思って、こうちょっと警戒しながら肩こうやってたら、なんか白い袋をこう突き出して、これあげるからみたいなこと言い出して、えっつって、何これって思って、何ですかつって、これあれトマトつって、めっちゃくちゃミニトマト入ってて100個以上入ってるんじゃない、100個ぐらい入って、ものすごい大量のミニトマトを袋いっぱいに急に渡してきて、いいんですかとか言って、あいいのいいのつって、あれお姉ちゃんかと思ったらお兄ちゃんだとかって言って、あそうですとか言って、はい、とか無線で喋りながら、あ片手にミニトマトを流しながら、はい、はい、どこの人アメリカとかっておばあちゃんジョークが飛び交って、アメリカって言ってきたんで、僕ははいアメリカです、俺ハローしか分かんねえやって言うから、おおおハローハローハローナイスメイチューナイスメイチューってそのおばあちゃんと握手して、なんかすごい喋ってくるんですよ、なんか、うん、震災がどうのとかどうのっつって、はいはいつって返事しながら、でなんか最後コロナに負けんなよって言われて、あはいつってありがとうございますつって、そんでなんかミニトマトもらっちゃいましたつって、でみんなで昼ちょっとミニトマト食って、俺はそのミニトマト大量のミニトマトをゲットして、そんでですよ、で肩こうやってって、草刈りも結構直線でずっと長いんで、ある一定のとこまで行くと折り返してくるんですよ。で折り返してそのおばあちゃんちのとこ通って、あさっきはよかったなーってチラって見て、まあ、普通の坂になってて、もう一回チラって見たらもうおばあちゃんがそこにいて、おおってなって、もういるって思って、そしたらまたなんか同じ量かそれ以上のミニトマトが入った袋をまたこれっつって、あーすいませんありがとうございますっつって、でまだ何か言ってるけども聞き取れなくて、はい、そうすると思って、でそれはちょっとさすがに多すぎたんで、あの元請けにあげたんですけど、いやーでもそこのおばあちゃんはなんか毎回草刈りの時くれるらしくて、その元請けの人も覚えてるみたいで、へー優しいおばあちゃんだなって、でもその2回目のトマトの時一体どこから見てたんだと、すげえ奥からこういう双眼鏡で見てんじゃないか、来たっつって、それぐらいのスピードで来てましたね。いや美味しいですよ、ミニトマト最高ですね。はい、つけてなんか食おうかな、終わり。